中にいないですよ。公園ですかね。公園行ってみる。あ、突き抜けたら、ああなるほどね、あっち側にもあるね、確かに。突き抜けたらあっちにも行けるけど、多分いないです。残りがない。公園行ってみる。ライターでも買ってんだね、多分。夜は公園行くかな。雨の日どこで寝てるんだ。どこだ雨の日。でも大須で目撃があったんでしょ。花粉症かな。どうなんだろう。どこにいるんだろう。雨の日の行動パターンが分かんないですね。うん、どこなんだろう。アーケード。逮捕はいないでしょ。公園行ってみる。公園こっちだね。あのリアタツの方は何時に来れるんだろうな。ちょっと早めに来てほしいですね。稲荷持ってきてるんで、リアタツする方なる早で、稲荷ちょっと重いんで軽くして、重たい稲荷。1038なんか言ってるよ。あーなんて、あーもう行った、入れた、うん、カマチでしょ、入れた、うん、バックはちょっと開けれないですね。バックは、バックも欲しいのこれ。バック欲しいのこれ。リアトツ3球に。あれ赤門の方だよね、確かね。赤門通り過ぎるんだよね、確か。欲しいっす。どこに行けばいい。公園。公園っすね。裏門前公園来てください。バックだけ欲しい。なんだそれ。あ、すずりみたいなあのサイトもありますよ。ある。T シャツ屋さんあるっすね。何これ。焼き芋売ってる。焼き芋売ってる。冷たい焼き芋500円。冷やし焼き芋。変わった自販機ですね。チョコレート持ってる。甘栗グミ、なぜかコーヒー、コーヒー豆売ってる。コーヒーじゃありませんって書いてある。飲み物じゃありません。変わってるっすね。うん、冷やし芋1000円。くぼっち見つかるかな。くぼっち、くぼっち、くぼっち。
こっち。どこ。くぼっち。出てきて。いないっすね。出てこないな。どこ行っちゃった。プツプツ。もう乾燥やん。乾燥やね。くぼっち。くぼっち。こっち。くぼっち。くぼっち。くぼっち。ああ、いないですね。どこ行った。ないなぁ。どこ行ってんだよ。え？どこっす？公園？花粉症っすね、花粉症。なんか薬飲もうかな。花粉症かも。白川遠いですね。うん、再放送ですね。うん、再放送かも。もう一度輝くことができるはず。自販機の裏とか、ああね、わかんないですね。なんかないかな、薬局で。鼻水、くしゃみが出る。うんうんうんと、フィッシュフィッシュ、あれぐらい効かないんですよね。あれぐらい効かないんで、アレジオンが効くかな。もう効かないですね。フィッシュ。公園にいんのかな。その辺歩いてんのかな。歩いてねえかな。クラリチン、クラリチン。堺かな。境にいる。しっかり探しますね。パチンコってっかな。大須観音駅。おお、駅があるんだ。薬局あったね。今名古屋ですね。大須、大須来たっす。2時間半かけて。あの、いなり寿司も持ってるんで、もしよかったらリアトツ来てください。ステッカーもあります。もしよかったら。逮捕行く。あ、痩せたらね。コウ君、あの歌うまい人でしょ、 YouTube の。
なんか、はい、そうなんです。はい、わかりました。セブンさん来た。セブンさんなんで知ってんの？え、俺も大須カードショップ来てた。あ、そうなんす。セブンさん、びっくりした。びっくりした。いなり寿司食べて。いらないよ。お願い。いらん、いらん。お願い。油揚げ苦手なの。ダメ？アレルギーだ。嘘、うん、食べてくれない。誰か、カードショップなんか誰かいない？食べれる人。カードショップ食べるの禁止だ。ダメなの？どこに何しに来たの？あ、くぼっち探しに来た。あの、こじきの人？まあ、ホームレスさん。ポジキじゃないです、ホームレスか、ビジネスホームレスビジネス、ビジネス。セブンさん来た。公園にいるっぽいけど。久しぶりだね。久しぶりです。行くわ。誰かと思った。あ、行きます。ありがとうございます。話しかけてくれて、話しかけてくれてありがとうございます。気をつけて、気をつけます。ありがとうございます。また来てくれよ。また行くわ。また。ありがとう。ありがとうございます。また来るわ。また、うん。また来てよ。また来るわ。また。また来てよ。寂しい、寂しい。名古屋知り合いないから、寂しい。探す、一緒に。うん、探してほしい。そこに公園、そこいないの？そう、いるかもしれない。その公園だけ付き合ってほしい。あっち、ホームレス、あっちに行っぱいるよ、ホームレス。ああ、白川公園でしょ？うん、そう。今日もいっぱいいる。あ、そう。雨だからさ、どこにいるか。下にいる。雨だから。いるんす。あ、皆さん、もう感想なんで、初めて来た人はフォロー通知しないと次枠見れないです。次枠見たい人フォロー通知お願いします。してる？次枠。すぐ来てくださいね。トリオツ、おつかば。